北海道内のお盆の渋滞予測をお伝えします。今年の渋滞のピークは8月13日と見込んでおり、特に道東道では13日と14日で激しい渋滞を予測しています。その他の区間でも大きな渋滞を予測している区間がありますので、お出かけの際は時間にゆとりを持って安全運転でご利用ください。詳しい渋滞予測はトラプラで検索、分散利用にご活用ご協力をお願いします。